こんにちは。うす。今日は12月5日の深夜に放送された乃木坂工事中の話をしていくよ。今回は番組ゲームを作ろう、乃木坂工事中神経衰弱、だよ。空いたカードの一方がほとんど4期メンバーだったのが素敵でした。一方で、新4期メンバーがいなかったのがなんとも、まだ新4期メンバーとの共通点を見つけるのは難しいのかな？しょうがないと言っちゃいけないかもしれないけど、しょうがない。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、筒井あやめと鈴木あやね。2、樋口日奈と与田祐希。3、さすが柿遥か。4、今回のベストショット。5、星野みなみが卒業を発表。最初は1、筒井あやめと鈴木あやね。ね。カードにはスタジオにいるメンバーの写真が貼ってある。二つめくり、その二人のメンバーの共通点を見つけ出し、メンバーの半分が旗を上げたら1ポイント。肝は判定がメンバーの半分が旗を上げたら、1ポイントってこと。正しいかどうかは関係ない。だから二人は昔、〇〇してた、と事実を言ったところで、誰もピンとこないで旗が上がらなかったら0ポイント。トップバッターは斉藤明日香。引いたカードは筒井あやめと鈴木あやねでした。その共通点を探しました。母音が全部一緒なんだって。すげえな。私は長年の頭の中のモヤが晴れたよ。ラジオとかショールームの聞き流しで3期メンバーの誰かが、あやねちゃんが、って言うから、先輩と随分距離が近くなったんだなぁと思ったんだけど、よく聞いてみると、筒井あやめのことを語っていることがあるんだ。また、逆もよくあった。筒井あやめのことを話していると思ってたら鈴木あやねのことだったこともある。下の名前が二人ともあや、だからなぁと思ってたら、まさか母音が全部一緒だったとはね。びっくりしちゃったよ。次は2、樋口日奈と与田祐希、ね。私すぐにわかったよ。体を動かす企画の時に無茶をする。あんた、ずっと樋口日奈が無邪気に体を動かす姿が見たい、って言ってるもんね。あ、そうか。うん、私はそんな樋口日奈を数年見てないからずっと見たいと思ってる。ってことは、数年見てないんだ。それこそ3期メンバーが入ってから見てないかも。樋口日奈もすっかりお姉さんだね。ただ、本人たちはわかっているらしくてちょっと相撲新型、って言ってたね。ちょっとした違いがあるとしたら、樋口日奈の方が無鉄砲度が強いイメージがある。与田祐希が自分の身体能力と状況を見極めて、50% の成功率があるなら行こう。50% も相当低いけどね。樋口日奈は？成功率とか気にしないでとりあえず突っ込んでみよう。与田祐希の死ななければ大丈夫、の方が、まだ安全確認をしているのね。次は3。さすが柿遥か、ね。樋口日奈と北野日奈子の共通点は一人称が自分の名前だって。何がさすがなの？さすが、かわいいアーミーズだなって。かわいいアーミーズ。乃木坂スキッズって番組のコントのキャラだね。久保しおり、柿遥か、ヤクボミオでメンバーのかわいい仕草に燃えるという。この3人、私が引くほどの乃木オタだからな。リーダーの久保しおりは、乃木坂一の乃木坂オタクを自称していた伊藤かりんが、称号を譲ったほどの乃木オタ。その可愛いアーミーズの一角の柿遥かなら、メンバーの一人称なんて当たり前に知っていることなんだね。普通の知識のように話してたよ。そういえば、あんたは知ってたの？北野日奈子の日奈子は、和ショールームでメンバーと話している時に見たような気がする。樋口日奈のは、はっきりと覚えている。番組の企画でダメンズに引っかかりそうなのは、って話になって、樋口日奈がピックアップされたんだ。そしたら、樋口日奈は否定もせずにご飯を食べられない人を見たら助けたくなっちゃう。日奈が食べさせてあげるよって。で、自分も食べさせてほしいと思ったのね。うん、食べさせてほしい半分、食べさせてやる半分。自分が樋口日奈と二人で、四畳一間で貧乏暮らしをするのを妄想したよ。それを樋口日奈の本人にぶつけなければ、妄想していること自体は許してやるよ。次は4。今回のベストショット、ね。鈴木あやねが日村勇紀に渡した秋田グルメのメモ。最後の秋元真夏。田村真由のほろ酔い姿。秋田グルメのメモは、細かったね。メモって言い方がおかしいほどちゃんと書いてあるけど、ルーズリーフ一枚に書いたものをメモという名称以外に言い表しようがない。で、すごいのは鈴木あやねの言っている秋田情報が秋田全域ってこと。私は今住んでいる県も実家のある県もそこまで詳しくない。住んでるところの反対側なんて何があるのかさっぱりわからない。最後の秋元真夏って？ようつべの乃木坂配信中で本編が終わったら、秋元真夏が出てきたんだ。お題の箱から赤ちゃん、を引いて赤ちゃん言葉でチャンネル登録を促してたよ。これからずっとやってくのかな？田村真由のほろ酔い姿って飲んでないよ。不利だよ。さらにお酒を飲めないらしいよ。でも、妙に色っぽかったんだ。
手を繋ぎたくなっちゃうよ。おっさん、最後は5。星野みなみが卒業を発表。ね。星野みなみが卒業を発表しました。来年の2月に卒業するそうです。なんとも言いにくいね。復帰が早かったのは、卒業が近かったから、それと紅白歌合戦などの年末の音楽番組の戦力だから。いや、高山和美と生田絵梨花の卒業ライブに参加させたかったからという運営さんの親心だと思いたいな。高山和美と生田絵梨花のためにも、星野みなみのためにも、伊藤純奈と渡辺美里亜の卒業の時にほとんどの2期メンバーをアンダーに集めてアンダラでみんなで見送ったのと同じ感じ。文春砲が出た時の SNS の反応が、色恋よりも仕事バックレに対しての批判が多かったのが特徴的でした。ラジオの生放送を病欠してデートしてた。ちょっとファン層が見えた感じがしました。学生ではなく星野みなみと同い年か少し上なのかな。まだ慣れてない仕事に苦しいけど、一生懸命、食い下がっている。デートはしょうがないって雰囲気だったね。それにしても、卒業が続くね。今年は毎月、必ず卒業発表か卒業があったらしい。それが2月まで続くのが確定しているのね。入った年齢も入った時期も違う。だからこそ、いろいろな客層にアクションができるけど、逆にすると、卒業を考える時期もそれぞれだから、誰かの卒業にリーチがかかっているのは定常的になる。一期メンバーの卒業ラッシュが落ち着けば、落ち着くかと思ってた時期もあるけど、もう三期メンバーが自分の道を考えて結論を出す時期になってきている。システム上しょうがないのかもしれないけど、悲しいよね。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。